立憲民主党、福山哲郎ら政権交代を要求。19日に立憲民主党が YouTube にて生配信を行い、その中で福山さんが次のような発言をしてしまいました。政治は誰がやっても変わらないではなく、政治はやる人間によって必ず変わると周りに伝えてほしい。さらに枝野幸男さんが、この国の社会を、皆さんの命と暮らしを守るための覚悟と準備ができている。 今こそあなたの力が必要です。一緒に日本の社会を立て直しましょうとなっておりまして。まずですね、福山さん。国民は政治を変えるために、現在自民党を選んでおります。日本において悪夢の民主党政権が誕生してしまったという非常に残念な歴史があり、そのような 悪夢から立ち直るために国民は自民党を選び政治を政権を託しておりますが、まあ、例えばこの民主党政権の仕分けによって感染症対策にまで仕分けが行われ悪影響が出ているんじゃないかという問題があり今もこのような何も反省していない 元民主党の皆様がですね、政権交代を主張しても、国民の皆様は誰も受け入れないでしょう。事実、立憲民主党の支持率は減少し続けており、最新の時事通信の世論調査では3、3%を割り込んでしまいました。 このような立憲民主党が政権交代を要求する場合は、最低限、自民党以上の政策を示し、当然その政策を実現するための具体策についても、国民の皆様に説明する必要がございますが、そのような説明は一切なく、先日も立憲民主党の枝野代表が自ら、消費減税動向と主張したにもかかわらず、そういった減税については、 選挙公約ではないと否定をしてしまっており、今も民主党政権と同じような詐欺的な公約がまかり通ってしまっておりますので、このような状況では国民の支持を集めることはできないでしょう。まあ、そもそもですね、立憲民主党などのおかしな野党の皆様が政権交代を 実際には要求していないという問題があり、誰がどう見ても事実を見れば政権交代など現実的ではございませんので、彼らはただただ自分たちの国会議員という特権を守るためだけに、とりあえず立憲民主党という政党を維持するためだけにやっている感を出そうとしており、その結果、国会において騒ぐだけで、 国民の役に立っていないという問題が続いてしまっております。彼らが今後も国民のために仕事をするつもりがないのであれば、国民は有権者は選挙においてそのような方たちを日本の政治の場から退場させるしかありませんので、ぜひとも国民の皆様には、 有権者の皆様には、選挙において、このような立憲民主党などのおかしな野党の候補者に、絶対に投票しないようにお願いいたします。